棚倉城石空撮棚倉城跡のおケ焼き。棚倉城は、福島県東白川郡棚倉町にある日本の城。別名、亀家城。寛永2年に、庭長茂によって築城された。棚倉藩の藩庁が置かれた。国の史跡に指定されている。立花宗茂の跡を受けて、元来8年に、棚倉藩に5万国で入宝した、庭長茂は、それまでの赤間を避け、 棚倉盆地の中央にあった、とと別神社を遷宮し、その跡地に、江戸幕府の許可を得て、棚倉城を、官営2年に築城した。長重は官営4年に、白川藩に移法され、諸大名の天保を繰り返した後、最終的には、慶応2年に、安倍忠氏聖が6万国で入法した。棚倉藩は奥越列藩同盟に加盟したため、慶応4年に勃発した。 母親戦争で板垣大輔の率いる新政府軍800名の攻撃を受け6月24日にわずか1日で落城した。異名の亀が城は堀に大輝が住んでおり浮かび上がって姿を見せると決まって殿様が天保になるという言い伝えによるという。城は本丸を中心に二の丸が周りを取り囲み、さらに二の丸の北部から西部に 鍵型の三の丸が配置される輪郭、はしご角式の平白だった。二の丸の一部以外に石垣はほとんどなく、土塁と二重の堀で構成されている。本丸は南北に長い長方形をしており、五点が建てられ城の中心となる。本丸の南北二つの古行は土塁ながらも二門を完備したマス型で構成されており、南古行が大手となる。 山形城本丸とよく似た構成である。天守や三重矢倉はないが、土塁や水堀はかなり規模が大きく、二重の墨矢倉四基が挙げられていた。矢倉の間は多門矢倉で結ばれており、本丸を多門矢倉で囲むのは東北地方では珍しい縄張りである。厳重な縄張りの本丸に対して二の丸から、外は矢倉もなく、 ここはいずれも二の門を持たない簡易な構造となっていた。三の丸は防御施設もほとんどないことから捨て角と見られている。二の丸から外角は屋敷地となっており、北を除く三方は貸し段丘の崖を外角線としていた。面積は約7万3000平方メートル。本丸及び水堀が亀が白公園として整備されており、本丸の堀、 土類が綺麗に残存する。二の丸の堀は埋め立てられ完全に消失しているが、二の丸西側の堀沿いの石垣が、棚倉中学校グラウンド脇に現存している。このほか、一区建造物として、町内町休寺山門として用いられている難問がある。ありがとうございます。